どうもハゲチョビンでございます。今日は2023年1月15日日曜日、今日はですね、真冬に海でラーメンを作って食べたいなぁと思っております。地元のね、近くの海で、ラーメンを作って食べますので、ただそれだけの動画なんですけどもね、最後まで見ていただければなぁと思います。それではハゲチョビンチャンネル始まります。よろしく。はい、ハゲチョビン浜辺に着いた模様でございます。はい、海に到着しました。こんな感じですね。どこで作ろうかなって今悩んでおりますけどもね、海を見ながらちょっとね、あっちの端の建物の方で作ろうかな。ちょっとね、真ん中あたりだと誰か来た時恥ずかしいなと思いますんで、端の方で作って食べようかなと思います。心の中では曇りですね。雨が降らなければいいなと思って歩いております。よし、ラーメンを作って食べてやろうと思っておりますよ。ここでね、ラーメンを作って食べたいなと思いますね。それでは物を出しますか。そしたらね、雨も降ってきましたけどもね、味付けゆで卵、これを入れたいなと思うんですね。4つ、これを皮を剥いていきたいなと思います。これを皮を剥いていきます。雨の中、海を見ながらラーメンを作っております。よっぽどのアホでございます。おい、ハゲチョビン、手を洗ったのかい？次はね、もやし。もやしは家で茹でてきております。チャーシュー。お、仕事。卵。卵。わかめ。髪の毛のためにわかめを食べましょう。コーン、グワーコーン、極太メンマを入れます。ドドドーン。はい、いっちゃんがり、ハゲチョビン特製浜辺の味噌ラーメン完成でございます。すり鉢ラーメン2人前、どうですか？美味しそうですね。それではいただきます、いただきます、いただきます。まずはそのまま食べてみますか。メンマから。うん、さすが極太、うまいね。これは
三陸産のわかめになります。うまい、うまい、うまい。ちょっと持って食べようかな。うまい。チャーシュー豪快に1、2、3枚重ねでございます。次は卵、どうですか、味付き卵。特製生ニンニクを入れたいと思います。ニンニク、ジョー、これぐらいかな。混ぜましょう、混ぜましょう。すごいニンニクの匂いが。おにぎり、ラー油入るとまた違う。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。名もなき浜辺のレストラン、ハゲチョビン特製味噌ラーメン、美味しかったですね。まあ、ハゲチョビンの料理が美味しいってわけじゃなくて、浜辺で食べたのが美味しかったですね。またどっかの海、川、山で食べたいなと思います。それじゃ次回の動画もよろしく。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。